おお、ありがとう大吾さん。ん、精が出るな。彼女はデスミさんと。大吾さん、デスミ、大丈夫ですか大吾さん。お水です。すまん。もしかして以前からデスミさんを知っていたんですか？デスミさんと接点が。俺が生み出したモンスターなんだ。ぜひ教えてください。俺の知らないデスミさんのこと、俺は何だって受け入れます。修羅の国福岡に本物の修羅が降臨した日の話を。これは今から10年前、俺が中学生だった頃のことだ。俺は名門空手道場で将来を期待される実力、年上にも敵はなく県内最強を自負していた。マガハラデスミ君7歳だ。話を続けるぞ。奴は開口一番こう言った。いやすごい。この子の面倒を見てやれ。実力を見てやる。一発撃ってこい。ほら、高い高い。今日から空手を習うんだぞ。道場最強のこの俺が小学2年生に。なかなかいい聖剣だが俺には効かんな。もう一回やってよか。今日はやめておこう。また遊ぼうね、最後兄ちゃん。振動だ。まぐれかもと思っていたんだ。師範、なぜ看板を。道場は畳む。小学2年生に稽古をつけようとして指導者失格だ。まさか。この道場なくなるんやって。いつもこうやん。手すみが楽しいと思うもん。心配するなデスボー。だからもう泣くな。今日から俺がデスボーの師匠だ。この時は俺も知る由もなかった。腕を。強か。だがそれが逆にデスボーを燃え上がらせたんだ。俺は。そして月日は流れ。おい、お前がマガハラデスミや。噂が噂を呼び、デスボーの周囲にはこういう連中が後を絶たなかった。残念やね、弟たちは夕飯抜きたい。そしてそして高3の冬、俺は両親の離婚で東京へ行くことになった。大吾兄ちゃん久しぶりやね。今まで何しよったと。よく聞けデスボー。この日のために一人鍛錬を積んできた。2分後俺はボロ切れのようになり地に転がされていた。弟子に本気を出す師匠がいるか。大吾兄ちゃん、今日みたいに稽古つけてくれるよね。ごめんこうむる。わっこわっこわ。そして俺は逃げるように上京しスカウトされ。しかしまさか奴が上京しているとは。月光の幹部だからです。バレるのは時間の問題だろうな。おそらくは。そうか、お前は直ちに彼女との関係を解消しろ。え？大吾さん、言ってること無茶苦茶では。無茶は承知だ。だがこれは世界平和のためなんだ。あの戦闘力を放っておく手はない。です。よろしくな、よろしくな。かわいそうよ。案外大変なことになってしまった。